はい、ゴールデンウィーク最後ですかね。今日は5月5日ですね、水曜日ということで、ゴールデンウィーク最後の夜ですかに、立原さんと一緒にべしゃっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この1週間何か終わりになりましたか？もうぼーっとしすぎて頭が働かない状況。ぼーっとしすぎた、寝すぎてるとか、そういうことですか？だって雨降ってスタートして、うん、なんか何にもないよねっていうムードで入ったら、ずっと何にもなく終わっちゃって、今日も最終日で雨降って、うん、だよねって空を眺めながら、うん、うん、この1週間私何してたんだろうって、うん、何してたんですか？映画見て終わりましたね。映画、その映画っていうのはあれですよね、うん、映画館に見に行ったってことじゃないですよね。うん、あの行けないもの今、うん、うん、だからお家でね、いろんな番組を見ながら、あのモノマネ一人でしてみたりしながらね、過ごしてましたよ。モノマネって何のモノマネしてたんですか？昔流行ったフレーズをね、ちょっとテレビ見ながら真似をしたりね、うん、してましたよ。やってみてください。え？いや、まあ、あえてね、モノマネの話を出してこられるということは、自信が終わりになるということだと思うので。いや、自信はないよ。自信ないんですか？あれ、別にね、自信があるわけじゃなくて、うん、ほら、誰も話し相手になってくれないしさ、誰もいないじゃない。ご家族はいらっしゃるでしょ？だってそれぞれの部屋に行っちゃってるしさ、うん、旦那さんもほらヘッドホンして好きな番組見てるから、うん、もうなんだろうね、私も一人で、モノマネやってたんですか？もうやることないと、何に人っておかしいよね、うん、やることないとさ、はい、急にモノマネとかし始まるんだよね。うん、やってみましょうよ。何をやモノマネを。モノマネ、あれ、いや、もうこれはモノマネをこう振ってくれっていう振りじゃなくてですか？いや、振りじゃないよ。一人になると、そういうね、うん、わけのわからないことをしだすっていう、ね、まあまあいいんじゃないですか。うん、何のモノマネしてたんですか？何のって、古畑任三郎のモノマネしてたけど全然似てない。いいんじゃないですか。だから田村正和さんってことですよね。あ、そうそうそう、田村正和さんのモノマネをしたけど、うん、全然似てないのでもう無理っていうね。でも、なんだろうね、いろんなことをね、こうやってはいるんで、手は動いてんで、はいはい、編み物したりとか、なんだかんだやってるんだけど、うん、頭の方が、なんかね、考えることがなくて、はい、おー、いいですね、うん、何も考えられないと、うん、テレビ見ながらね、いろんなこう古い時代の、なんだろうね、映画の作り方、あ、こういうふうにやると面白いんだなとか、この俳優さんは濃くていいよなとかね、うん、見ながらついついこう口真似をしてみるとかね、うん、うん、なんかね、外はあんまり行くタイプじゃないけれど、あまりにも何もすることがないと、一人遊びって私こうなるんだなっていうのが、ちょっと自覚しちゃったね。古畑任三郎だけですか？古畑任三郎のモノマネしたり、うん、あと、あの高速参勤交代、うん、うん、高速、ただセナスカありませんなっていうやつとかね。それはやるんですね。それはモノマネするんですね。あれ、あ、そうなんですね。うん、うん、今のはちなみに誰のモノマネだったんですか？これね、その、なんだろう、西村なんとかさんっていう俳優さんなんだけど、ああ、今泉くんですね。そうです、うん、うん、
知恵を出す五家老さんがいるんだけど、はい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 、その人が言うの、とにかく知恵を出せ知恵を出せって言われてね、うん、でその道中で検問があるので、まあ、関所みたいなところで手配書回ってて通れないから、だからそこでなんとかお前知恵を出せって言われたら殿せぬすかありませんなって言われるのね。いや、あの話面白いですよね。嫌がらせなんですよね、あれね。面白い面白い、うん、あれ嫌がらせで参勤交代させられるって話ですよね。そう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 。でお金ないからっていうので参勤交代してるかのように見せかけながら、うん、超早く超早くこういかに早く江戸に向かうかみたいな話でしたよね、確かね。そうなの。あれはね、割と面白いですよね。そうなの。そのセリフの一つ一つが面白いし、みんな個性豊かだし。そうですね。だからね、あれはね、もう何回も見てるんだけど、いつ見ても新鮮な映画ってなかなかないじゃない？あれをね、見ながらモノマネしてね、ミミさんに向かって、殿、スヌスカありませんなーって言いながら、ね、嫌がられて、猫パンチされながら。そうなんですね。そう。若干こう、あれですか、立原さん、若干少し、暇すぎて壊れてたとか、そういうとこありますか？大丈夫ですか？かなり壊れてました。そうなんですね。うん、他なんか、見られた映画とかで面白かったのありました？あと面白かったのはね、コクソンだかなんかっていう、うん、韓国の映画なんだけど、うん、日本の俳優さんが一人だけ出てきて、いろいろこう惨劇があるんだけど、そのオチがね、オチがね、脈絡がなくて、え、そう来るっていう終わり方なのに、面白いからね、見るといい。事件ものですか？まあ、ちょっと惨劇めいた事件ものっていうね。警察が出てくるとかそういうこと？そういう話？地元の警察が出てくるんだけど、うん、これもまたね、いい加減な人たちなんで、なんかこう一つの村の中で起こる惨劇、その犯人はこうだったっていう、そのこうだったっていうところの落としどころがそっちっていう話でね、うん、途中たるかったらトントントンと飛ばして、で最後のオチだけ見るとそれもまた面白い。へえ。うん、はい、じゃあそろそろ始めていきましょうか。はい、質問来ておりますよ。今日の飲み物何ですかって言ってますね。今日はね、ちょっと振らないと。これね、いちごミルク。ああ、見かけたことありますそれ。本当？うん、今日はスーパーじゃないよ。飲んだことはないけど。ダンジェルさんすごい顔してるんですけど、ダンジェルさんすごい顔してましたよ今。ミルクさんない。え、じゃあ何の味がするんですか？うん、酸っぱめのジャムが入ってるので、はあ、ミルク感なしで、うん、ちょっとヨーグルトっぽくなった感じの味。はあ、ヨーグルトっぽいイチゴ。あ、美味しそうじゃないですか。うん、へえ。いや、すっごい顔してる。田原さん、それ、いまだかつて、放送で見たことがない顔。はい、想像と違ってましたね。あ、そうなんですね。もうちょっとスイーティーな感じで、ほろっとこう、酸っぱいのかなと思ったら、うん、もろ酸っぱいですね、これね。えらいっすか。え、もう、今まで見たことがない顔されてましたよ。今、びっくりしましたけど。あ、美味しいよ。はい、はい。そんな感じみたいですよ。いや、ちょっともう一回見せてもらっていいですか？はい。はい。興味がある方は買ってみてください。私はちょっとね、逆に興味惹かれるので、なんか見かけたら買いたいと思います。はい、逆に興味惹かれますよ、それは。本当？うん、そんな顔をするまでの、一体どんな味なんだっていうのがね、うん、逆に気になる。いや、逆に気になりますね。
ちょっと達也さん今日大丈夫ですか、なんか壊れてないですかこの1週間でなんかキャラがまるっきり変わってる気がするんですけど大丈夫ですか。なんとか持ちこたえます。なんとか持ちこたえはい、じゃあ次の質問いきますか。はい、もうすぐ母の日ですが立原さんは何か贈り物とかしますか。贈り物する母いねえしもう、うん、あの世行っちゃってるし。贈り物されますか。あ、こっちに、うん、私の場合もうババアの日だよ。母の日じゃなくておばあちゃんおじいちゃんの日だよ。まあおばあちゃんおじいちゃんでもお母さんではありますよねきっと。ああまあそうかな、うん、でも母の日っていう感じではないじゃんもう、うん、ではない。いいの自分でやるからはい、じゃあ次も行きましょうか。柏餅食べましたかって質問来てますね。あのね食べたくて、うん、毎回スーパーに行って見るんだけど、なんでね今年に限ってね、うん、ミックスで売ってないんだろうっていうのが超腹立ったね。ミックスって何ですか。あのピンク色の、味噌あんと、草餅の粒あんと白いののこしあんっていうミックスが前はあったの、うん、今年は3つずつ全部一食しかなくって、さすがに私9個は食べれないよなと思って、うん、見てこう通り過ぎて終わっちゃったっていうところ。なるほどね、うん、いやなんか私はその食べ物初めて聞きましたよ。味噌が入ったんですか。え、味噌あんって知らない。味噌あんは知らないですね。白あんにお味噌がちょっと混ざってて、白あんに味噌が混じってる、うん、そうそうそう、うん、だからちょっとね茶色い感じのあんこになってる。それ売ってるんですか。売ってる売ってる、うん、美味しいんですか。美味しい、ね、初めて聞いたな。それがどっか売ってるんですね、うん、ピンク色でね、うん、お餅の色でこう分かれてるんだけど、で草餅みたいな柏餅もいいんだけど、こう一個ずつ食べたいの、うん、いろんなのなのにこう3つずつ3つずつ9個は食べれないじゃない。まあでも次の日とか食べればいいんじゃないですか。1日で食べようと思ったらいらないでしょ。固くなっちゃうじゃん。そんなに固くなります。ね、上新粉ではなくて、うん、お餅でできてるやつが食べたい。うーん、なんか本当の菓子は餅って。あ、そうなんですね。うん、まあまあ、うん、そんな感じだということですね。そう見て今年は終わっちゃった。うん、はい、じゃあ次も行きますか。うーん、立原さんはクラシックの曲は聴きますか。さっき1時間ぐらい前までコッペリアっていうね、うん、バレエを見てたのよ。うん、もちろんあの白鳥の湖とかね、あとコンペイトーの踊りとかね、うん、うん、パリのアメリカ人とかね、いろいろねそういうのは聞いたりするよ。はい、聞いたりするよということみたいですよ。はい、じゃあ次も行きましょうか。先祖の形見はずっと持ってた方が良いでしょうか。まあお好きにしてください。はい、お好きにしてください。じゃあ次も行きましょう。これこの間もやった気がするんだけどな。勤務先の事務所なのですが、昼夜問わず霊障があるのですが、タイムカードを押しに出入りした後頭痛がします。対処法はありますか。これ読みましたね読みましたよね前ね。はい、はい、ごめんなさい。じゃあ次も行きますね。はい、年金とか、2000万とかいう話が出てましたけど、立原さんは将来に不安はありますか。将来より今が不安まあそうですね、今日の立原さんはちょっといつもと違うので若干不安ではありますねこれ。あれ、そっち？そっち今が不安、今のこの情勢ですか。情勢不安じゃない。だってこの騒ぎもうあと 1,2 年続くのかなと思うと、はい、
だってさ、最初のと今のって若干っていうか相当変わってるわけでしょ、うん、どう考えてどう対応していいのかって、自分たちですらさ、手洗いうがい、それからマスク、外出しないっていうレベルでしか自分たち理解してないので、だんだんね、自分のこう活動範囲がどんどん狭くなっていって、仕事もしづらいし、じゃあどう変わっていくかっていうことも世の中がついてこない部分もあるので、どうしたもんかねって考えながら映画見てせんべい食べて寝ちゃうっていうね。だから何十年先、それこそ10年先心配するよりも、今は今の情勢が少しずつでも良くなってくれることの方が気になるし、まあ一生現役で働いて生きていかなきゃならないんだから、別に年金なんてって思うし、うん、今が一番不安なんじゃないかな。だから将来の不安はあんまり考えない。はい、うん、そういう感じみたいですよ。今日やってたよね。だって今日すごい気になるんですけど、立花さん今日やたらカメラ目線しますね。いつもしてないですよね。いや全然ありがたいので OK なんですけど、うん、はい、じゃあ次も行きましょうか。今世 一緒に同じ時代に生まれた人とか、私たちとかと同じ時代に生まれてきた意味はありますか。また来世、今世一緒だった人と一緒の時代に生まれてくることできますか。多分できると思います。自分たちが関わる人たちってそこまで広くはないので、うん、形が変わってもうきっと出会う人たちは同じような人たちと縁を結んでいるから出会うんだと思うよね、うんうん、はい、そんな感じみたいですよ。じゃあ次も行きましょう。兄の墓参りに行きましたが、帰ってから、庭の花に水やりしていたら蝶々が飛んできました、お墓参りに行ったことと関係ありますか。ロマンチックに言えばありがとうなんだろうけど、今の季節もう蝶々飛んでるからね。まあそうですね、うん、そうそうそう、まあよく捉えたらありがとうって言いに来たよって考えればいいんじゃない。これ気の持ちようですもんね、こういう話はね。はい、じゃあ次も行きましょう。マトリックスみたいに私たちが生きているこの世は仮想現実だと思いますか。まあ脳みそが記憶してこの中で処理されたものを現実と信じているこの現状からすると、マトリックスと言われてもそうかもしれないっていう部分の方が、強いかもしれないね。はい、じゃあ次も行きましょう。おもちゃのチャチャチャの歌ってポルターガイストの歌ですよね。そうなの。おもちゃのチャチャチャ自体あんまり思い出さないのであれですけど、まあ確かにポルターガイストみたいな、まあ、おもちゃが動き出すよって話でしょ。踊るおもちゃのチャッチャッチャってやつでしょ、うん、まあポルターガイストって言ったら作った人に怒られんじゃない、うん、はい、うん、あれちょっと待ってくださいね。おもちゃのチャッチャッチャでしょ、うん、トテチテタって一体何なんだろうと思いますよね、うん、トテチテタって何だろうと思いますよね。あの太鼓を叩いたり笛を鳴らしたりする音をトテチテタってやってる。それがトテチテタなんですか。うん、そうトテチテタってそういうことなんですか。もうそうでしょ、結局リズムを刻んでることでしょ。だってトントントンじゃないでしょ。トテチテタの方がメロディっぽい。そうなのかな。はい、じゃあ次も行きましょう。質問です。コロナは収束するのでしょうか。緊急事態宣言伸びますか。まあこれは政治家さんのいろんなのがあるから何とも言えないけど、こういうのって 2,3 年続くって言われているよね。だから収束は
この後どう変化するか、人間がどう進化するかで多分変わってくるとは思うんだけど、まあでも結局ね、その何ていうんですかね、国民の努力も必要だし、政治家の手腕も絶対必要だしっていうので、やっぱり昨今いろいろ言われてるのはニュージーランドと、ニュージーランドは何だったっけな、収束宣言じゃないけど5万人規模の野外ライブみたいなのをやったみたいなね、まあ、それができるようになったってことなわけですけど、イスラエルかどっか、イスラエルだったと思うけど、なんかそこも、まあ、ノーマスクでも大丈夫みたいな感じになってるんでしょ今、って考えるとなかなかね、だからそういうふうな努力を、まあ、全国民ですよね、その国の、が やれればそうなるんでしょうけど、なんか全部が中途半端ですもんね、日本ってね。一番最初にこれを聞いた時に、あの W なんとかのメガネのおっさんがパンデミックではないなんていうところから、それを聞いた自分たち、ああなんかそういうのが、はい、あったんだなっていうのを対岸の火事として見てたでしょ、最初、で、その後にいろんなことが始まって、日本人の悪いところって自分は大丈夫だっていうね、わけのわからない自信というか、そういうところから、なんかこう、危機感が欠けてたっていうところも当然あると思うし、で、じゃあ、最初の段階でわけのわからないものが入ってきたことに対する危機管理能力っていう部分では、誰もがね、わかんないことだから緩かったなっていうのが反省点として出てきたわけじゃない。で、1回目の、いろんなそういうの注意しましょうってやって、で、緊急事態宣言がどうなこうなっていうのがあって、収束に向かった GoTo キャンペーンやらないで、そのまんまみっちりやればよかったのに、経済的なことを理由にして、結局緩めた。それで2波が来た。で、同じことを繰り返しながら、また、事態宣言が解除された。そうすると、なんか自分たちはかかってない。それが無症状。現実的に自分の周りにそういうことで亡くなった人がっていうことをあんまり目にしてないっていうところから、大丈夫なんじゃないっていう。マスクしてりゃいいんじゃないとか、外ならいいんじゃないっていう、そういうなんか変なところが、もう出るから、今回の人の流れを止めましょうって言ったところで、だら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 してくれば、どんどんね、自分たちも気が緩んでくるし、私もね、外には出ないんだけど、このゴールデンウィークに、海ぐらい行ってもいいんじゃないかな、なんて思ったりもしたのね。でも、お外に出て、マスクしてても、感染するよ、それから変異してるよっていうのが、今までと違うんだよっていうのを聞いたときに、まあインドもそうだし、他の国もそうだし、ちょっとね、考え方を変えないといけないな。本当にしっかり考えなきゃいけないな。感染しちゃいけないし、させちゃいけないし、それに対しての医療従事者にこれ以上迷惑をかけたくないな。自分が倒れた時に10人の看護師さんが必要になる、お医者さんが付きっきりならな、ね、ならないといけないなんてことにならないようにしなきゃいけないと思ったら、やっぱり国民一人一人の努力も大事なんだなっていうのが、今日のニュースでもそれはちょっと感じたね。だからそういうね、一人一人の心がけがしっかりとね、危ないんだっていうことを認識したら、きっとね、予想より早く終わると思う。もうちょっと頑張ろうかな。はい、そんな感じみたいですよ。じゃあ次も行きましょう。近く何かが起きる予兆はありますか？近く何かがあるか。これね、都市伝説でいいと思うんだけど、経済的なこと、うんぬんっていうのがちょっと動くのかなっていうのと、もうね、すでにみんなね、感じてるんじゃないかなっていうのは、
地震だけじゃなく、この間も竜巻が起こったじゃない？水害とかね。そういうことも、あと、なんだろうね、最近火事も多いよね。人がやらかしてしまうこと、自然に起こってしまうこと、いろんなことでね、そっちの方もね、やっぱり預言者が地震起こりますよっていう、そういうレベルではなく、今の日本、今の世界はとっても不安定なので、なんかこう、自分たちがね、生きていくために必要な、一人一人がね、危機管理能力をもうちょっと高くなるように勉強しようってとこかな。はい、じゃあ次も行きましょうか。形見ということでふと思ったのですが、立原さんは物に魂が宿るつくも神を見たことはありますか？見たことはないけど、宿ってるものに祟られたことはある。ああ、そうなんですね。うん。でまた同じ方が質問してきてるんですけど、古いものがつくも神になっているかどうか見分け方などありますか？見分け方はどうだろう、触ってみればわかるんだろうけど、それもいろいろだからね。何がつくも神になっちゃったかっていうのは、物なのかそこの思いなのかまた違うからね。はい、じゃあ次も行きましょうか。ウイルスや細菌などは邪霊たちが関わっていると聞いたことはありますが、そうなんですか？それは違うと思うけど。はい、じゃあ次も行きましょう。立原さんのドッペルゲンガーがいるみたいですけど、それはパラレルワールドっていうやつの自分ですか？パラレルワールドの自分じゃなく、自分と同じこの空間にふっと現れるもう一人の自分だから、ドッペルゲンガーは、パラレルワールドから来てるわけではないと思う。はい、じゃ次も行きましょうか。経済はいい方向ですか？どう動くかなってところは微妙なんだけど、悪くはならないような気もするんだよね。なんとなく。はい、じゃあ次も行きましょうか。奇妙な形をした霊っているんでしょうか？私の友達が顔が横になった霊を見たらしい。こういうこと？もっと曲がってんでしょうね、きっと。おそらく。まあ、いろんなのがいるからね。見たことあるかってこと？まあ、見たことあるかじゃなくて、いるんでしょうかだから、まあ、いるかもしれないねでいいですかね。そうね、いるかもしれませんね。はい、じゃあ次も行きましょう。白いカラス見たことありますか？この近くではいないな。まあ白いカラスがいたらですけど、それをカラスとしては見ないでしょうね。とりあえずね、なんか白い鳥が飛んでるっていう感じでは見るでしょうけど、でもよくよく見るとカラスじゃねえかってそこで初めて気づくんだと思うんですよね。まあないですかね。この辺はいないな。はい、じゃあ次も行きましょうか。惹かれた蛇を触ったことあるんですが、どうすればいいですか？いや、どうすればいいんですかっていつの話で、その後どうしたのかわからなきゃどうすればいいのこっちが。まあ、なんで触ったのかってとこも含めてそうですね。自分が引いちゃってそこら辺で、あ、ごめんなさいってポイって捨てたのか、もともとあれっていうやつを拾ってポイって捨てたのかで変わってきますね。でも別にね、何もなければ何もないよ。はい、じゃあ次も行きましょう。立原さんはコロナが終わるのは何年かかると見ていますか？今年中に終わってほしいんだけど、多分来年までかかんじゃないのかなって思ってる。はい、じゃあ次も行きましょう。
うん、車の運転が下手な人に限ってお店などの駐車場でわざわざ入り口に近いところに止めようとするのはなぜでしょう。え、入り口に近いところに、うん、下手な人に限って、下手な私はいないところに止めるようにしてるけど多分すごい車運転下手だったら、あの車と車の間に止めようとしないですよね。しない。空いてるところに止めようとするでしょうね、きっとね。そっちの方が楽ですもんね。うん、誰もいないところに入るようにするから、うん、分かんない。そういう人の気持ちが、下手なくせに狭いとこなんて、うん、まあっていうか、あのそもそもなんで質問式なのかもよく分かんないですけどじゃあ次も行きましょう、例の姿は見えてる側が作り出してるのでしょうか。うん例の姿は見えてる側が作り出してるのでしょうか。こっち側が、うん、そういう時もあるけど、そもそもそっち側が見せてくる場合はありのまんま向こう側の情報を送ってくる時があるので、どっちとも言えないかな。はい、うん、じゃあ次行きましょうか。これも過去やってる気がするんだけどな。生まれ変わりで人間が動物に変わることありますか。基本的にはないです、うん、まあ虫とかもそうですよね、うん、はい、じゃあ次も行きましょう。昔付き合っていた彼が見える人だったのですが、だんだん見えなくなってきたと言ってました。見えなくなることってあるのですか。うん、あるよ、うん、はい、うん、あるよということですね、はい、じゃあ次も行きましょう。朝5時に神社に行き、境内に10分とどまってから土を持ち帰ることを1週間続けるとカリスマ性が身につくという話を聞いたことがありますが、どう思いますか。よくわかる。カリスマ性ってそういうことではないと思うんだけど、うん、一度試してみたらいいんじゃない、カリスマ性が持てるかどうか。そうですね。1週間続けるとってことで、ね、まあ、7日間だけでしょ、朝5時に、うん、まあそんなに難しい話じゃないですよね。これからね、朝5時は明るいので、うん、できないことはないと思うので、自分で試してみてカリスマ性が出ましたよって言ったら、みんなに広げてみようよ。でみんなに広げちゃうと、みんながカリスマ性持ってるってことになるので、ダメでしょ、うん、ダメでしょ、ダメだからそもそも論でこういう話が出てくること自体がカリスマ性を奪われることになりますよね、うん、え、そうなの。だってみんながカリスマ性持ってたらあんまり意味ないじゃないですか。あ、そうなの。カリスマ性って別にさ、みんなそれぞれそれなりにカリスマ性はあるわけでしょ、うん、だからそれが極端に強調されるか、今まで眠っていたものが刺激されて開花するかっていう程度だったら、みんなで活性化していい日本作ろうぜってあ、うん、カリスマの輪、まあ、どうですかね。カリスマ持ってる人が日本を作りたがるかっていうと、そうじゃない気はしますけどまあいいかじゃあ次も行きましょうはい。稀に空を見ると竜のような雲がありますが、竜神様ですか。まあ、私もよく写真撮るんでね、うん、そうだと信じて撮ってますよ。はい、じゃあ次も行きましょう、うん。成仏できずさまよっている霊が成仏したいと思ったら自力で成仏できるのでしょうか。できると思いますはい、できるそうですよ。じゃあ次も行きましょう。たまに夜とか、嫌な生暖かい風が吹いてくると怖く感じるのですが、何か霊と関係がありますか。昔話でよく生暖かい風がっ
って言います、ね、そのフレーズから来てるんじゃないの、うん、言いますよね。そうそうそう。はい、じゃあ次も行きますよ。関係ないってことでいいですね、うん、関係ない。はい、じゃあ次も行きましょう。中古の品には人の思いがついていると聞きますが、感じたことはありますか？中古の、だから私はリサイクルショップあんまり行かないんです。あれ、でも車は？車は、旦那に選んでもらって、うん、でこれって言ったら私はあの余計なこと言わないので、うん、そのまんま購入決まったら神社に持っていきます。はあ、なるほどね。はい。車のお払いをしてもらいます。じゃあ次も行きましょうかね。オーストラリアが昔より上に来ている気がするんですが、立原さんはどう思いますか？へえ。でもなんか地球のほら大陸って動いてる、ハワイも近づいてるとかって話じゃない？ああ、でもあれはなんかセンチの話でしょ？何センチとかそういう話でしょ？うん。うん。だからあるんじゃないの？はい。じゃあ次も行きましょうか。もし人類が滅亡したら霊界ごと他の星へ引っ越すのでしょうか？人類が滅亡しても地球が残っていれば地球に別な形で残るだろうし、地球が滅亡したらばもう終わったね。うん、うん、その時はね、意識体としてはあるかもしれないけど、人類っていうものが滅んだら、うん、情報だけになるんだからね。はい、じゃあ次も行きましょう、うん、庭の雑草をこの野郎と怒りを込めて買ってるんですが、雑草タンポポなどが恨んでくることはあるでしょうか？植物にも感情があると言われているので、あまりこの野郎は言わない方がいいよね、ごめんねって言いながら取る方がいいんじゃない？はい、よろしいですか、うん、じゃあ次も行きましょうか ね。運気を上げたいので玄関にお花を飾りたいのですが、おすすめの花ありますか？運気を上げるためのお花なら自分がいいなというお花でいいと思います。嫌いな花なのに、例えば金運がアップするよって菊の花飾れって言われたらちょっと嫌でしょ。だから金運アップとか運気アップのために必要なものって自分が気に入ったものが一番いい。はい、じゃあ次も行きましょう。先日自宅にカラスが普段いない数いて、4、5羽いてすごく騒いでいたり交尾したりお祭り騒ぎでした。カラスは吉兆の鳥らしいですが、吉は運が良くなり、兆は誰か家の人が死ぬらしいのですが、どうでしょうか？ん、昔からカラスが大量に屋根にこう止まったりすると誰かが死ぬって言ってるけど、あれは迷信だからね。うちの前にも大木のところにカラスさんが巣を作って毎年子育てしてるんだけど、まあ、カラスさんっていろんな情報を教えてくれるので、基地の方でいいんじゃない？はい、よろしいですか。じゃあ次も行きましょうか。日中いつまでも消えないシャボン玉を見たことがあるのですが、オーブでしょうか？シャボン玉を見たんならシャボン玉だし、わかんねえよ。正直わかんねえよ。そうですよね、シャボン玉って書いてるんだからそれはシャボン玉でしょうと。でしょ？いうことですかね。うん。はい、じゃあ次も行きましょうか。青木ヶ原は怖いですか？あのね、青木ヶ原は別に怖くはないですよ。爽やかですごくいい場所なんだけど、うん、
あの名所、いろんな心霊スポットみたいなこと取り扱われてるか、そういうイメージだけど、実際に行ってみるとそんなに怖いっていうイメージはなかったよ。あ、行かれたことあるんですね。行ったよ、風穴と氷穴、うん、はい、そんな感じみたいですよ。じゃあ次も行きましょうか。亡くなった母にお願いをしたりしたら必ず叶うのは守られている証ですか。まあそうならそうでいいんじゃない。守られてやるなと思って、ありがとうって言えばいいよ。はい、じゃあ次も行きましょう。福島のある町の稲荷神社に鳥居が神社までたくさん重なって並んでいるんですが、行きと帰りの鳥居の数が毎回違うんです。異空間とつながっているんでしょうか。お稲荷さんが化かしてるんでしょうか。ぜひ動画に撮ってきて。あ、そういう系ですか。まあでもあれですよ、パワースポットの動画は今月で終わりですからね。あ、そっか。うん。まあまあでも見てみたいってことですか。まあでもみんなで数えりゃ分かりますよね、多分ね。でしょ、おそらくはね。はい、動画に撮って確認してみてください。じゃあ次も行きましょう。たまに自分の背後の左と右に誰かがいる気配があるのですが、左右の気配に何か意味がありますか。よく言われるのは右が男で左が女って言うんだけど、逆の場合もあるし、うん、一概にそれが意味があるのかっていうと定説としては成り立たないから、どうなんだろうね。どうなんですかね、よくわかんない。まあこう嫌なんですけど、うん、まあまれに心霊スポットいうことを感じますよね、気配はね。うん、まあ、立花さん見えてらっしゃるからあれでしょうけど、私なんかねまれに気になりますよ。うん、あのお線香ろがしのところはバリバリ気配感じてましたけどね。あれ、うん、って左にいるよねみたいな、あれ、うん、なんかいるんだけどと思いながらね撮影するんですよ大体ね。うん、はい、よろしいでしょうか、ね、じゃあ次も行きましょうか。霊がいると気配が、あ、ごめんなさい、霊がいると気温が下がると聞きますが、電源いらずのエコ冷房になりますか、交渉が必要ですか。うちはだからね夏冷房あんまりつけずに済むんだよね。またそ、本当ですか。そんなに都合がいいですか。午前中ね、うん、結構涼しいよ、うん、それ、あ、そっか、まあでも山ん中ってわけじゃないですもんね、立花さんのお宅ね。うん、あの周りに滝があるとかね、そういう涼める要素があるわけでもないですよね、うん、ない。涼しいんですか。うん、私の周りはね、寒い、うん、寒いんですね。多分、まあ、これはどうですかね、電源いらずのエコ冷房にはなるんですか。実際なるんじゃないかなって思ってるので、うん、だからね払いのけたりしないのよ。はあ、うん、まあ、一般の人がそれをやって大丈夫な感じですか。交渉いりますか。多分ダメだと思う。ダメ、あ、一般の人はダメなんですね。一般の人やると具合悪くなると思う。はい、電源いらずのエコ冷房にはなるけれども具合が悪くなりますよということみたいですよ。倍のね料金かかると思う。あ、電気代が、いや病院代で、病院代でね、はい、うん、お気をつけください。じゃあ 、ね、次も行きましょう。仏壇やお墓にお線香をあげる際に何本かいつも迷いますが多い方がよろしいですか。仏壇やお墓に線香をあげる際か、あれって宗派によって決まるんでしたっけ、何本とか。そう、うん、ですよね。うん、迷うんだったら仏具屋さんに行って
各宗派の南無阿弥陀仏とか、南無観世音菩薩とかお線香をつけると、あの燃えかすにね、お題目が出るお線香があるので、あれだったら1本でいいので、それ使うといいよ。うちはね2本なんですよ、うん、その祖父母のところがね、両親ともに、だから2本あげるのが普通だって思ってたら、1本のとこもあるっていう話ですもんね、うん、あの折ったりとかね、そういうのも含めてね、うん、いろいろありますもんね、ここら辺ね、うん、はい、うち神道だから、うん、お線香基本あげないのよ。ああそうですね、うん、うん、でどうしようかなって話で、うん、で葬儀屋さんやってた時の、はい、お線香っていうのかな、うん、ちょうど各宗派のやつ印字がされてるやつがあったんで、あれを使って、まあうちあんま関係ないんだけど、まあいいかって感じでね、お仏壇は一応置いてあるからね、うん、あげる時はそれ使って、はい、そんな感じみたいですよ。じゃあ行きましょう次。今すすり泣く声が動物ですか、誰がすすり泣いたんですかね。すすり泣く声聞こえました、皆さん。聞こえた？全然聞こえない。すすり泣く声がって書いてますけどね、すすり泣く声は聞こえてないですよ。これは質問してきてくれた方の家で聞こえてるんでしょうね、きっとね、多分ね、はい、よろしいですか、あなたのお宅で聞こえてるだけです。次行きましょう。立原さんが思ってるパラレルワールドってどういうものですか。あのね、いろんなのがある、うん、すっごい未来の進化したそういう場所であったり、ちょっとね古臭い感じのところであったり、いろいろで、会う人や人間関係そこまで変わってないんだけど、トータルでいつも一緒の街で住んでるところも大して変わらなくって、人間関係もほぼほぼ変わってなくって、ただ仕事がいつもお店をやっているっていうね、なんか喫茶店やってるっていうのが一番多いので、そういう世界に次に行くのか、もともといたのかな、それとも同時進行なのかなっていうふうに見てたりするんだけど、いやー、あまりにもリアルすぎて行きたくないパラレルワールドが一個あって、それが宇宙の母船が地球にやってきて人類をこう抹殺していくって、まるで映画のようなね、でもあまりにもリアルすぎて、いやーここはちょっととどまりたくないなって思ったところが一箇所と、もう一つが災害、すごい災害がもうね、地球じゃねえんじゃないかっていうぐらい竜巻3本4本当たり前みたいな、そういう荒れた世界もあったし、かと思うととってもねのどかなね田舎町の、いつも同じところをたどって同じお店に行くんだけれども、そういう世界かな、いろんな世界がねやっぱりこう積み重なってあるような気がしてる。あ、似てるっちゃ似てるし、ちょっとずつ違うといえばちょっとずつ違って見えてる、そういう世界が自分のこうちょっと感じられるパラレルワールドかな。はい、じゃあ次も行きましょうかね。これ先に行こうかな。ちょっと待ちください。カラオケのお話ですが、たまに肩がキュンと痛くなったり、しばらく足が重くなり、歩いたり車の運転に支障が出たりしますか？ん？何？そこで終わり？いや、しますかですか。まあカラオケ、まあカラオケ行くんでしょうね、きっと。うん。まあああいう空間で出るって話あるじゃないですか。うん。ね、で歌ってると肩が痛くなると。
まあ、その後に影響あるかどうかってことが知りたいみたいですね。あ、それなら分かるけど。だから 足が重くなったりって。まあ、車の運転っておそらく多分車で行くんでしょうね、カラオケきっとね。うん、その後に影響あるかどうかってことですね。影響はないね。うん、うちの近所にも出るカラオケってあるのよ。未だに。え、それは部屋が限定されてるんですか？え、部屋は何号室って決まってる。そこ指定できたりするんですかね？うん。お、指定できるんですね。あの、あそこがいいっていうふうに。あそこがいいって言うとね、うん、あ、いい、どうぞって言ってくれるよ。そうなんですね。ね、うん、一回実験したの。うん。どうでしたね。うん、岩崎宏美の歌ね、うん、それをね、友達が熱唱してたわけさ、はいはいはい、で、その歌を歌ってコーラスが入るじゃない。例えば好きだと言って好きだと言ってって、で、コーラスと自分ので、例えば2回あるとするじゃない。好きだと言って向こうが好きだと言ってって次に行くじゃん。ところが、もう一人多いの。好きだと言って、好きだと言って、好きだと言ってって、おい、誰が歌ってんだっていう。そういう部屋がね、一個あって、まだね、そのお店あんのよ。へぇ。面白いですね。面白いのよ。でね、ただでね、参加してんじゃないよって言いながらね、文句言いながらね、コーラスしながら。ツッコミを入れたりするわけですね。そう、まあ、金払えよって、うん、言うんですね。まあでもそういうところもあるよっていうぐらいであって、特に何かしてくるわけじゃないんじゃないのっていうところでよろしいですか？うん、それはないね。でもう一箇所隣町にあるところは超有名なの、うん、出るって言って、うん、はい、そこも行ったの、うん、で行って出るって言うから物体が出るって思ったのね。なんか一人増えるらしいよっていうので期待していったんだけど、一人増えなかったね。なんかね、ちょっと前つばなんじゃないって言ってがっかりして帰ってきたのね。で、その後にみんなでほらお金集めて何人分って言ってさ、割り勘にするじゃない。で、割り勘にして、例えばあの時にね、5人で行ったのかな。で、5人で行って割り勘にするって言ってやったんだけど、お店が人数書いてあるのが6人だった。怖くない？間違ってたってことですね。そう、はい、というわけで今日のダチャレベサリ、この辺で終了でございます。終わりかい。終わりですよ。時間見てください。はい、スーパーチャット支援してくださった方々ご紹介したいと思います。ひろまささん、ケロケロマリコさん、以上の方々のスーパーチャットシェアで放送をお送りしました。ありがとうございます。はい、この後22時からは、チャンネルメンバーシップミドルクラス以上の方々を対象にした後編の方を行いますので、対象の方々は、会場の方を移動してください。そして23時半からは、新作の遠隔レシですね。今週は全部パワースポットになってます。よかったらそちらの方もご覧ください。はい、そして次回は1週間後ですね、12日にまたいつもの時間に放送しますので、ぜひぜひ来週も来てください。それでは今日はこれの辺で終了でございます。それではまた来週、さよなら。さよなら。